さあそして今回ね、あのファーストアルバムということにもなりますので曲いっぱい収録されてるじゃないですか。はい、他の曲についてもお話聞いていきたいと思いますけど、まずは、はい、ちんちゃおかしい。あ、これもうタイトル聞いたときにちんちゃって全員言いましたね。あ、やっぱそうなんね。ゆうまさん、この曲最初にこう聞いたときどんな感じだったの？でも本当に古谷さんもおっしゃってもらった通り、タイトル聞いたときは本当にみんなびっくりしましたね。でも本当に意外とその題名やストーリーにすごく意味が込められているので、本当に僕も聞いてそれを本当にいい曲だなと思って、うん、一番好きな曲です。でもこうタイトルからは想像できないめっちゃポップな曲だよね。はい、めちゃくちゃポップ、ディスコサウンド、はい、そうだよね。で本当にね、可愛らしいパフォーマンスも見どころなんですけれども、なんとこの曲 K さんが振り付けに参加したと。わどんなところ注目してほしいってありますか？やっぱりそうですね、あの僕はまさか選ばれると思わなかったんですけど、はい、サビの部分を中心にあの制作させていただいたんですけど、可愛い振り付けするの初めてだったので、結構大変な作業だったんですけど、可愛すぎずかっこよすぎずで、なおかつキャッチーであるっていうのを意識して作りました。あの結構タイトルが印象的なので、それに負けない印象的な振り付けを作りました。お、見たい見たい。やっぱりケイヒョンだね。いやいやヒョンだね。はい、ね、パフォーマンスも楽しみですが、そしてもう一曲、新しい規格外エイリアンという曲も収録されています。うん、滝さんがこの曲には思い入れがあるって聞いたんですけど。そうですね、でも本当にこの今回のアルバムの中で僕が一番好きな曲となっていて、でもなんかサウンドもめちゃめちゃ好きだし、なんか自分のスタイルに合っててとても、好きですね。あとは僕が、重要なパートを、歌わせていただいたので、それに対してのちょっと歌に真剣に取り組んだきっかけじゃないですけど、それになったんじゃないかなって思います。わー、いやでもこれ僕あのオーディションの頃からあの滝がサビを歌いたいってずっと言ってたんですけど、あのサビに決まった時僕隣にいて、もう自分のことのように嬉しかったですね。はい、ハキラブ、Thank you。 ウイジさん、ウイジさんも、はい、僕もあのこの曲本当に滝の声と、うん、声に合ってると思って、うん、僕も嬉しかったです。隣でウイジもいて一緒にえーって言ってました。あー、そっか。そうですね、僕もなんかこの曲のおかげで滝もなんか自信ついた気がします。すごい、メンバー大絶賛。よし、滝、最高やん、エンティム最高やん。いいな。もうこれからはあれだね、規格外の存在になりそうだね。おお、違う意味でなってるんですけどね。どういう意味持ってんの？いろんな規格外ではあるね。そうそう。違う意味も気になるけどね。すごいからな。いや、素晴らしい。